ソフトバンクテレコム、ソフトバンクテレコム株式会社、英称、ソフトバンクテレコム号は、かつて存在した、ソフトバンク、現、ソフトバンクグループの連結子会社で、日本の大手電気通信事業者の一つである。本社は、東京都港区東新橋1丁目9番1号に、所在した。2015年4月1日付で、ソフトバンク BB、 y モバイル l と共にソフトバンクモバイル、現、ソフトバンクに、吸収合併され、解散した。ソフトバンクテレコムは、日本国有鉄道、国鉄設立の日本テレコムを、出発点とし、数回の合併、資本提携、経営権の変更を経て、2015年3月、平成28年時点では、ソフトバンクの100%出資会として、法人及び個人向けに、 電気通信業務を行う企業であった。法人向けでは、音声サービスやクラウドサービス、ネットワークサービスを中核とし、データセンターなどの提供も行う。識別番号は、国内電話が零零八八、国際電話が零零六一である。第二次臨時行政調査会の提言のも中村で内閣によって進められた、行政改革の一つである参考者ご原業の、 民営化に伴い、日本電信電話公社、電電公社の民営化が規定路線となり、同時に通信自由化もなされることとなった。日本国有鉄道は規定路線となりつつあった通信の自由化に備え、東海道等の新幹線沿いに敷かれている管路を利用して光ファイバーを付設し、通信事業に参入できないかと考え、 国鉄関連会社として1984年、昭和59年10月11日に、三井物産、三菱商事、住友商事等と資本金90億円にて、日本テレコム株式会社を設立。1984年、昭和59年、文字工と文字の間に、最初の光ファイバーケーブルを付設したのを皮切りに、東海道新幹線、山陽新幹線、 東北新幹線、上越新幹線沿いなどに光ファイバケーブルを施設し、1986年、昭和61年8月から企業等を対象とした専用サービスを、1987年、昭和62年9月から東名阪などで0088市外電話サービスを開始。新前電,電、NCC の一社として認知された。また、 1986年昭和61年には東京テレメッセージの出資母体としてポケットベル事業に参入。1988年昭和63年8月から JR の駅構内で公衆電話サービスの提供を始めた。1986年昭和61年11月28日。 日本国有鉄道改革関連八法案が参議院本会議で可決され、国鉄分割民営化が翌1987年、昭和62年4月1日に実施されることとなった。通信について、戦前から鉄道省は全国の駅との業務連絡に、停信省に依存しない、独自の業務用電話網、鉄道電話を張り巡らせていた。 旅客部門の民営化に先立ちこの部門の継承会社として、分割民営化の新会社第一号として、1986年、昭和61年12月に、鉄道通信株式会社、JR 通信が、日本国有鉄道の100%出資会社として、設立。国鉄議事、議士長の坂田孝一が、代表取締役に就任した。当初は、 旅客会社なども使用する JR ロゴの灰色のロゴを使用していた。略称は JR 通信。このロゴはソフトバンクを権利者として商標登録されていたが、第312万6644号、2016年3月29日をもって権利が消滅している。1989年平成元年5月に鉄道通信株式会社が 日本テレコム初代を九州合併し、日本テレコム株式会社へ社名変更した。坂田孝一は代表取締役を続投し、2001年の資本移動まで同社中高の祖となる。1991年、平成3年にデジタル本グループ、JR 東日本などと出資。1994年、平成6年にデジタル通貨グループ、 日産自動車と出資を設立し、携帯電話事業に参入、現、ソフトバンク携帯電話、同年、アステル東京へ、東京通信ネットワークと同一比率で出資し、設立母体として、駅構内への基地局設置など一部分に関与した。1994年、平成6年9月6日、新電電では、第二電電、JR グループとしては、 東日本旅客鉄道に次いで、東京証券取引所第2部、大阪証券取引所第2部に上場、証券コード9434時、株式公開を果たす。1996年、平成8年9月2日には、東京証券取引所第1部、大阪証券取引所第1部に指定外となった。 1986年、昭和61年、国際電話の新電電として設立された日本、国際通信株式会社、英略省、ITJ は、同分野を独占していた、国際電信電話、KDD と同業の国際デジタル通信との過藤競争から脱落。1997年10月1日に、日本テレコムが、九州合併した。合併当初は、 国内電話は0088、国際電話は0041というキャッチフレーズを展開、国内電話と国際電話を一社で扱う、最初の新電電となりこと規模を拡大した。1998年6月に副社長の村上春男が代表取締役社長に昇格、坂田光一は代表取締役会長に就任した。NTT が分社化され、 国際デジタル通信が外資の敵対的買収に見舞われた1999年に通信世界大手のブリティッシュテレコムと AT&T が日本テレコムに出資、ブリティッシュテレコム20%、AT&T10% させる資本提携を実施した。複数の出資を受けたのは一社に飲み込まれないようにする首脳陣の計算もあったとされるが、 大株主の JR グループ各社へは、事前の打診がなかったとされ、翌年の株式売却へつながることになる。資本参画に伴い、BT の日本市会社である、BT コミュニケーションズサービス及び BT、BT ネットワーク情報サービス、AT&T の日本市会社である AT&T、ジェンズは、 日本テレコムの100%個会社となり、それぞれ日本テレコムコミュニケーションズサービス、日本テレコムネットワーク情報サービス、ジェンズと社名が変更された。また、1998年に日産自動車とエアタッチコミュニケーションズ、アメリカの共同出資で第三世代携帯電話の企画会社、株式会社 IMT2000 企画、当初資本金2億円を設立したが、 日産リバイバルプランにより、日産自動車が資本撤退し、2000年4月に JFON へ解消。旧デジタル通貨とデジタル本グループ統合のための事業持ち株会社に転換。1999年にエアタッチコミュニケーションズは、ボーダフォンが買収したこと、2014年にベライゾンワイヤレスへ売却で、ボーダフォンによる JFON 掌握の布石となった。2000年、 平成12年9月20日、日本テレコム市会社の J 本買収を目論んでいた A ボーダフォンが JR 西日本から日本テレコム持ち株の8.6%、JR 東海から同持ち株6.4%を取得、計約2500億円し、出資比率で第三位に浮上。2001年、平成13年前半にはネットバブル崩壊による欧米株安による 資産処理のため AT&T 及び BET が相次いでボーダフォンへ日本テレコム持ち株を売却し資本提携を解消した。これによりボーダフォンの出資比率は子会社目前の45%とセント株主になり JR7 社の 20.7%JR 東日本はその内約15%保有を超え国際デジタル通信に次ぐ外資系の新伝電となった。 2001年、平成13年9月に、A ボーダフォン、日本テレコム、JR 東日本は共同会見を開き、ボーダフォンの100%子会社であるオランダの、ボーダフォンインターナショナルホールディングスが、日テレコムの普通株式を株式公開買い付け、TOB すると発表。大株主に泊まり続けた JR 東日本も賛同し、 ボーダフォンの日本テレコムへの出資比率は66.73%となり経営権を掌握することとなった。なお、同年5月に鉄道交際会の資本撤退に伴い JR グループとして引き受けた交際出版社、現交通新聞社の株式は現在のソフトバンクが保有を属している。ボーダフォンによる日本テレコムの出資比率は69.7%と なり、同社役員が代表取締役に就任。当時の日本企業に対する M&A としては、史上最大となる1兆4000億円を投じ、固定通信事業と移動体通信事業両方を参加に収めることとなった。なお、ボーダフォンは当初から J 本ンしか興味がないと評されており、同社は売却の可能性は非常に高いが、 収益を改善することが最優先であり、現時点では固定電話事業を売却することはないと、コメントした。また、株式を売却した JR 東日本社長の大塚、陸樹、当時も、ボーダフォンの持ち株比率が上がったことで15%の JT 株式を持つ意が薄くなった。とコメントし、日本テレコムは、JR の鉄道システムの機関インフラを担っている、重要なパートナー、 株式売却後も日本テレコムとの連携は継続すると発表を行った。経営権を掌握した、A、ボーダフォンは2002年平成14年8月1日付で日本テレコム2代目を日本テレコムホールディングス株式会社へ解消し持ち株会社に移行。抜け殻方式の会社分割で新設した日本テレコム株式会社3代目に 固定系の電気通信事業を承継。日本テレコムホールディングスは J フォンの株式45.08%を保有していたが、この時点で J フォンの株式約40%は A ボーダフォンが保有していた。2003年平成15年10月に J フォンはボーダフォン株式会社 KK に称号変更された。2003年平成15年11月。 ボーダフォン参加の日本テレコムホールディングスは、事業主会社の日本テレコム3代目をリップルウッドホールディングスへ2613億円で売却すると発表。これにより、ボーダフォンは3年がかりで日本テレコムの本業、固定通信事業のスピンオフを実現し、携帯電話事業の未支柱に収めることになった。2003年、平成15年12月10日付で、 ボーダフォン KK の純粋持ち株会社となった日本テレコムホールディングスをボーダフォンホールディングス株式会社に改称。2004年平成16年10月1日付でボーダフォンホールディングス株式会社はボーダフォン KK を吸収合併しボーダフォン株式会社2代目に称号変更した。2005年平成17年5月には ボーダフォングループが保有する株式が96.1%を超え、上場廃止基準に該当することとなったため、同年8月1日に上場廃止となった。2004年5月27日、リップルウッドホールディングスが保有していた、日本テレコム株式会社、3代目をソフトバンク、現、ソフトバンクグループが買収すると発表。買収価格は約3、400億円。 2004年、平成16年7月30日付でソフトバンクの100%子会社となった。この時期は自家集電話、オトクラインの各販に注力していたがソフトバンクが買収を撤回した平成電電から同サービスの営業秘密を流用したとして提訴されることになった。一方、携帯電話事業買収のため1兆円以上を投じた A ボーダフォンは2006年平成18年3月17日にボーダフォン経 k をソフトバンクグループへ売却することに合意4月27日にソフトバンクグループによる買収完了を発表この結果日本テレコム2代目時代と同じく出資母体が同一となった2006年平成18年10月1日付で日本テレコムは ソフトバンクテレコム株式会社に、ボーダフォン KK は、ソフトバンクモバイル株式会社へ解消。2007年2月1日にソフトバンクテレコム販売、旧ソフトバンクファイナンスが、ソフトバンクテレコム3代目を逆さ合併して、ソフトバンクテレコム株式会社4代目に、称号を変更した、逆さ合その後、2015年、平成27年4月1日、当社は、 ソフトバンクモバイル、現、ソフトバンクに、吸収合併された。解散時点での法人は、日本テレコムを称号としていた時代も含めれば4代目で、以下、特段の断りがない限りにおいては、日本テレコムを称号としていた時代から起算して、代名と表記す、1999年3月24日に、ソフトバンクファイナンス株式会社として設立された、法人である。 2006年10月に事業内容を変更しソフトバンクテレコム販売株式会社と称号を変更した後2007年2月1日に旧ソフトバンクテレコム株式会社3代目を吸収合併してソフトバンクテレコム株式会社4代目に称号を変更した逆さ合併この吸収合併以前の本法人については ソフトバンクテレコム販売を参照のこと。三代目の法人は2002年8月1日に日本テレコム株式会社として設立されたが、これは二代目の法人1986年12月9日、設立が同日付で固定通信事業を三代目法人に会社分割して純粋持ち株会社に移したためである。ただし二代目の法人はその後、 通路の称号変更及び吸収合併により、2015年7月、現在はソフトバンク株式会社2代目になっている。2014年5月現在、日本国内の14カ所、東京の第1代5含むでデータセンターが稼働している。また2011年11月にはデータセンター受給から韓国通信事業大手のキロトン社、キロトン、 コーポレーションとの合弁会社キロトン SB e データサービス出資比率キロトン社51%ソフトバンクテレコム49%を韓国近海市に設立これに伴うプサンデータセンターの稼働を発表したなお当社が展開するデータセンターの詳細についてはソフトバンクの法人向けサービスに関する公式サイト内データセンターのページを参照のこと なお、日本テレコムシステム株式会社は、社名が似ているが、ソフトバンクテレコム株式会社及び、ソフトバンクグループとは一切関連がない。すべて急日本テレコム時代、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。